ということになります。電車は電気を使って走りますが、自動車は軽油などを使って走る車両です。ここにある鉄道車両って基本オートマなんですけど、鉄道車はバスというだけあって、バスのジップレバーがあるで、運転で行くためにバスって U ターンできるじゃないですか。電車バスで U ターンできないんで、行くために差し替えて差し替えるだけだね。
ストップっていうサインを出すんですけど、